どうも陶芸家の青木亮太です。今回牧原太郎さんとこう遊びに来させてもらって、うん、知ってる太郎ちゃんこういう作品とか作ってるの であのさ、いきなりなんですけど、はい、太郎ちゃんはどうやって陶芸家になろうと思ってとかなったっていうのをみんなにお伝えしてほしくて。生まれがどこ？生まれは広島県の田舎の方です。何市？東広島、今は東広島だけど昔は郡で。あ、そうなんだ。蒲生郡っていう。ふんふんふん。育って、え、中学校までそこ？高校までそこで。高校まで郡だったの？高校まで郡だった。めちゃくちゃモテたでしょ？いやいや、もうだってさ、どう見たってイケメンじゃん。自分は太郎ちゃんのことを陶芸家一のイケメンだと思ってて、板谷波さんと春ぐらいかなと思って。まあ関係ないとして、でさ、え、何、お父さんとかお母さん、あの美術系なの？あ、全く美術系とかじゃなくて職人。父親は職人で。何の職人？は左官さん、壁を塗る職業ですね。で、太郎ちゃん、そのさ、幼少期とさ、中高時代とかさ、小学校とかさ、こういうアートには興味があったんですか？いや、アートっていう世界をまず知らなくて。自分も一緒の、はい。そう、そんな。何に興味あったの？何に興味あったんだろう。え、じゃあその時の将来の夢って何だった？なんか書いたりするじゃん、なんかちっちゃい頃。あー、でもちっちゃい頃から父親の仕事は手伝いに行ってて。そうなんだ。そう。盛んの仕事を手伝いに行ってて、まあ小学校の時はね、ただ遊びに行ってる感じだけど、まあそれがどんどん中学校とか高校になってくるとね、体力がついてきて、はいはいはい、確かに、ちゃんと働けるぐらいの。なんかその他の職業を知らないから、別に盛んとかそういった大工さんとか、うん、そういう知ってる職業もいいなとか、そのぐらいしかに思ってなかった気は。じゃあその時は結構建築現場にいっぱい入ってたってこと？まあそういう、家、そうですね。え、じゃあ全然陶芸とつながんないんだけど、でその後どうなるの？高校を出てどうしようと思ってたの、その時。高校出て、ああ、そっか、高校出て、その専門学校に行ったんですけど、陶芸の、岐阜の飛騨高山っていう。ああ、あるね。そう、なんかね、工芸学園っていう、木工とか陶芸とか染色とかを教えてくれるところがあって、で、そこに行ってですね。なんでそこ行こうと思ったの？なんでそこに、ああ、なんか、どこから話していこうかないけど、まあちょっともうどこかに決めなきゃいけないってなって。まあ普通の人はみんなそうだよ、学校ね。はいはい。まあ、行きたいとかちょっと落ちて。どこ行きたかったの？なんかあのね、船乗りになる学校に行きたかったんだけど。広島だから。みんな船持ってんだもんね。いや、持ってないよ。あ、持ってないんだ。じゃなんかでかい船、タンカーみたいな。そう、タンカーとか客船のなんか世界をこう行き来する外航路を回る船乗りにちょっと憧れて。へえ。まあそこ落ちて、でどうにかどっか決めろって親から言われて、うん、先生からも。はい。でそれでもうそんな時期、もう結構ギリギリな時期で。え、じゃあもうやばい時期だ、ね、やばい。でその時に初めて一校だけ、なんか芸術大学、美大か芸大か忘れたけど、一校だけ受けて、うん、一校だけ、なんか、まあ、進路指導の人からなんかここ受けてみればっていう、うん、でその時に、え、美術って。初めて美術っていう、そうことを。それまで高校の選択授業でも美術とか、なんか音楽とか書道があって、うん、で、それで最初美術をその時は希望してたんだけど、うん、美術は人気があって。あ、そうなんだ。そう、なんかいっぱいだからって、なんか誰か代わってくれる人いないですかって言われて、あ、じゃあ僕書道変わりますって。優しい。それぐらいな感じだったもんね。え、なんかさ、中高とか部活とか何してたの？中学校は卓球。うん、うまいんだ。うまくない、稲中みたいな。卓球しねえじゃん、あいつら。
で今後は柔道で柔道してたのごめん俺初耳だったそれ。ああ、うん、じゃあ強いんだ。弱い弱い一応道着は着て行ってじゃん。そうでそれでそこの大学がで、ね、でどっか決めなきゃってなってまあ、うん、なんかそういう雑誌を見てて学校がいっぱい載ってるような。だってさうちらの時代さネットなかったじゃん。ネットはない調べれなかったもんね、うん、じゃあ雑誌なんだ。雑誌なんかあったじゃないリクルートかなんかわかんないけどそのいろんな学校が載ってるっていうようななんか本がある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 あった。それで見てて、うんうん、それその学校工芸学園を見つけてへえでああちょっと面白そうかなって。そうだから陶芸を選んなんか別に何でもよかったこの子たちに対して失礼だけど、けどいいきっかけだよ。はい。なんか木工とかって、うん、なんか木で、まあ、やってないから実際には分からないんですけど木で作るものを作る、うんうん、でまあ大工さんとか近くで見てたんで、まあ、家具だとまた全然作り方は違うと思うけど、うん、ある程度なんか機械でいろいろ作る工程がなんとなく想像ができたんですよね、うんうんまあ、組んでとか、はいはい、切って磨いてとか組んでとか、うん、椅子を作るまでとか、まあ、なんとなくは想像ができたんだけど陶芸って全く想像ができなくて。確かにその周りにその陶芸とかやってなかったので産地じゃないし広島はじゃないね。確かにだからまずその身近なものじゃない作り方とか、うんうん、この例えば柔らかい土が、まあ、ろくろの引き方とかもあれこう一回ハゲに子供の時に旅行で行ったことがあって家族旅行で何歳ぐらい？小学生ぐらいの時かな。覚えてるんだ。あれはなんか覚えててでなんかガラス張りのところで職人さんがねこういろいろ器を作ってるのが見えるとこがあってでそれを外から見ててなんか不思議だった。なんかこうウィーンって伸ばしてうわーって作って切るでしょ、うん、でまたこうウィーってなんかこうできるでしょ。なんかそれがどうなってんだろうなっていうのはちょっとすごい覚えててすごっ。であの中に芯があるんだろうなってなんかこれ棒みたいまさか土だけでこうグイーンってこんなことできるわけねえよでそれも想像できなかったし。そうでそこで陶芸っていうのがやっぱり全く未知すぎてどうやって作られてるのかがわからないからやってみたいなって思いました。で最初そういう一発目のやっぱ衝撃ってあるんだね。覚えてんだねそういうのって。ああすごいね。でそれで高山に高山ですよね高山に行ってジャンル選べるんだよね木だったり陶芸だったり。最初からねその一本だけ入る前から陶芸専攻っていうのを選んで入ったよ。ふん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 。でそっからどうなるの、うん、まあとりあえず仕方なく学校に行ったとしか思えないんですけど今聞いてる話だと仕方なくっていうかでもそこを選んだ時点は自分で選んでるからまあでも確かにこの先ずっと続けようとは思って行ったわけではない。そうですよね、うん、ただ分からない分野に興味があったから飛び込もうって陶芸ってああ確かに陶芸ってどうあるんだろうなって思ってでわざわざ岐阜県まで行ったの。そうですね。めっちゃ遠いじゃん広島からさここまで、うん、あてかもう全部落ちてるからここしかなかったっていうパターン。そうそう、まあとりあえず広島は出たかったし飽きたからで学校はどんな内容だったの。内容はどうなんだろう。でも最初はなんかその軽く染色とか木工とかもやったりとかして陶芸やる前にへえ、なんかちょっと笑えたのは、うん、まあそれもなんか通じに高校とかじゃ机で授業とかだねしてるのが最初がねなんかブーメランを木でねブーメランブーメラン投げるやつ。そう投げるやつお木でおなんか ブーメランを作ってて作るっていう課題があって。あれって結構くの字型じゃん。そうくの字のね。最初は何板から作るの。板から普通に糸の子でこの形をやってそれを削ってブーメランを作るって。楽しそうね。楽しいんだけど
なんか大丈夫なのかな、この確かにブーメランでさ、人生で使わないもんね。うん、使わないじゃん、なんかちょっとなんかあのなぜブーメラン、なんか構成してたみたいなやばいと思いちゃったみたいな。ブーメランで、その作ったやつを、うんうん、なんかみんなでなんかそのアスナルの丘っていう丘があったんだけど、その丘でみんなでこのブーメランをこう投げてて、うん、けどそれも思い出になってるんだ。まあまあまあ、なんかちゃんと帰ってくるの、そのブーメラン投げたら。帰ってくる人と帰ってこない人があるんだ、うん、だって別にデザインは自分で決めてやるから、その帰らない人は帰れない、まず飛ばない人しか出せない飛ばないんだそれ、え、そこ学校何年？2年。え、1年目の最初にまずブーメラン作らされて、うん、次が、あ、でも次はあとはもう普通になんか陶芸のあれかな、手びねりとかそういった基本的なことを、うん、そうって、で焼いたりもしたの？もちろん焼いたりとかもしたし、でもそこでね一番良かったのは、何何、巻き釜を作って、すごっ、のぼりか、まあ穴釜なんだけど、うんうん、を作って焼くっていうのが、うん、できて、すっごい大変な行為じゃん、あれって、うん、まあ、作るからか、まあ、ちっちゃいやつなんだけど、だとしてもちっちゃいやつだけど、まあ、作ってっていう、あれはでもなんかすごい面白かったし、なんかまあ今全然巻き釜とかやってないんだけど、確かにガスだもんね、うん、まあもちろんもちろん、だけどなんかいずれやりたいってなった時にちょっと覚えてるかなって。いい知識ですね、それは、うん、まあほぼ忘れてるけど、うん、まあねえ、じゃあそこ2年間行くわけじゃん、はい、どこで陶芸が好きになったの？だって最初ちょっと興味あるなぐらいだったじゃん、けど今は大好きだから陶芸家になってるわけじゃないですか、太郎ちゃん。どこで陶芸好きになったタイミングとかってある？いやでもどうは、まあ本当にその未知のところから入ってるんで、陶芸って何、うん、っていう、うん、陶芸っていうか土がね、こう焼き上がるまでのどういう過程なのかが、うん、なんか最初からでも面白かったですよ、そのへーとか、ギュッとくるタイミングってなかった？陶芸好きになったって。あ、いや、まずその前に陶芸好きなの？多分まだぼんやりそっか、じゃあそれはちょっと違う質問になっちゃうか、けどまあ陶芸家になってるわけだし、好きだからやってるわけですもんね。そうですね、好きだから。好きじゃないとこんな掘ってやってこれやらないし。え、でその時はまだ18か9だよね、高山時代。そうですね、18で入って。そうですね、何人ぐらい生徒いたの、陶芸学部だけでも？少ないでしょ。20とかそのぐらい。そんないるの？でも辞めてった人とかいるから結局。なんで、あ、ブーメラン作るから？違う。まあ、不得意な人ってやっぱいるんだなとかって思ったけど、辞めていく人はね。あ、違うなと思って。で、ここでかなんかはすげえ、もう勉強じゃないし、めっちゃ楽しいじゃんって思ってたけど。確かにこっちだよね。で、その後どうなるの？で、そこに2年間。結構基礎的な技術はもう覚えてるわけじゃないですか。いやいやいや、基礎的なもの覚えてるっていうか、なんかまだ習得しきれてない。あ、全然でしょ、全然できないですよね、そのそこ行っただけじゃ割と。今話聞いてる感じ今でもなんかこれ初めてできたなっていうこととか結構あるし。けどそれは本当陶芸あるあるですね。でその後どうなの？その後はその多治見に行って就職。あ、就職するんで一回。そうですね。どこへ？一回就、その高山卒業して。で前まで行くの？あ、違う。え、違うんだ。うん。最初その就職を探していろいろ日本をね回って産地を、益子とか笠間とか。あ、もうそのとこじゃもう陶器関係のみなんだ。あ、確かに。へえ、面白い。
結構それしか習ってなかったから俺これしかできない。それ以外に就職ってあんま考えてないよね。あ、そういう脳みそになってるか。そうそう、いろいろやって、で結局、うん、まあ多治見にそういった職場があったんで、それで多治見に引っ越して。何の仕事するんですか。それはなんか動力の、動力っていうペタンキューって言われてる、土をポンってやってキュッてやったら器がピュッてできる。そう、あ、工場、工場、そのちっちゃい工場。へえ。で、そうですね、まあ2ヶ月しか働いてないんですけど。うわ、結構短期間短期間ちょっと性に合わなかった。いや、いや別に性に合わなくはなくて別に良かったんだけど、その一人のおじさんが定年するからっていうので一人なんかその継いでくれる人みたいな感じでなんか入ったんですけど、なんかその兄貴がなんか俺がその会社でいろいろ言ってた、その仕事が終わった後に作らせてくださいとか、あ、自分の作品、自分の作品とかいろいろ言ってたら、その辞められる兄貴が、兄貴が、うん、君ってなんかここにいてもそういうことはできないから、だったらなんかちょっとやめてやった方がいいって、うん、違う道に進んだ方がいいって、ここではないぞ、ここではないみたいな感じで。今生きてるのその人って。わかんない。そっか、へえ。ああ、違う、多分亡くなってるね、多分年齢的に、うん、亡くなって。でどうしようと思ったの、それで兄貴のアドバイスで聞いて。そうかって思って。でそこからでもね、そんなどうしていいか分かんないし、その窯とかもなければ、うん、アパートに住んでるだけで、うん、でアルバイトとかしかしてなかったかな。何やってたの。んアルバイト。警備員とか。うわー、本当のアルバイトだね。そうそうそう、まあ警備員、そうね。だってさ、広島から出てきて岐阜の高山行って、またよくわかんない多治見に行って警備員のアルバイトしてるでしょ。違う違う違う、多治見に行ってそこ仕事辞めるじゃんね。辞めるね、うん、辞めて、まあ、給料もらうわけじゃん、その。ああ、確かに確かに。でその時に初めてそのちゃんとしたまとまったお金をもらって、うん、まあ、それで沖縄に行っちゃったのね。バカでも典型的なバカじゃない。元気に握りしめて。おう、で沖縄行ったんだ。沖縄行って1ヶ月ちょいぐらいいたのかな。そんなにいたの。1週間の旅行じゃなく、うん、ガチ住みじゃん。こっち立ち見家あるんでしょ。そう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 、解約せずに。まだ引っ越したばっかりだったしね。そう。おう、で沖縄行って何してたの。沖縄行って、いや最初は普通に本島で読谷村とか。あ、わかんないです。はい、あの焼き物のあるよね、なんていうんだっけ、八千代の通りとか、ね、うん、それがその読谷村でしたっけ。あ、そういうのあって、ね、なんかバーってすごいでっかい登り窯とかあって、あるある、行ったことある、うん、でそこ行ったりとかして。そこも焼き物関係なんだ。あ、でも、まあ、そこに行くからにはまあ行ってみて、まあ、せっかくなのかなと思って、で見学させてくださいって言って、あれだ、近所なんとかさんっていう人だったんだけど、うん、なんかじゃあ明日から来いって言われて、あ、そういうわけではないです。弟子入りではない。ちょっと話が違う。まだ俺沖縄来たばっかりだし。いきなり明日からはと思って。面白いねそれ。でその後なんか本島にいても別につまんなくなって。つまんないよね。でその離島に行くよね。でその石垣島から西表か、うんうん、あ、島のホッピングが始まるんだ。うん、え、飛行機。それは飛行機で行った。石垣まで飛行機で、そこから船で、はいはいはい、はい、その辺の島。え、宿代とか高いんじゃない。そう、まあでも安いところに泊まってたんですけど、でも安いって言っても4000円とかかかるから。いや結構かかるね、よく1ヶ月も。いや、ほんで最終的には竹富島っていうとこのチロリン村っていうなんかね飲み屋がやばいねあったんだけど、そこの屋根裏部屋に泊まらせてもらって。屋根裏、屋根裏部屋が。本当に屋根裏なの。本当に屋根裏、うん、部屋にね、お金がなくなったってなったんで、そこに泊まらせてくれることになって。
でちょっとお仕事も手伝ったりとかするの。あでも本当手伝って、いやあの石垣からビール、オリオンビールとかが運ばれてくるんで、うん、それをこう運んだりとか、本当その程度で10分で終わるじゃん。うん、あとなんかそのマスターがボートみたいな船でその日のつまみを取りに行くの。マジ？そう、あれはすごかった。なんか仕入れに行くんじゃなくて自分が取りに行くの。そう、なんかねボートみたいなやつでビーンって行って。何人乗り？いや分かんないけども2、3人ぐらいしか。めっちゃちっちゃいやつじゃん。ちっちゃいやつで行って、うん、でその後俺は多分シュノーケルでカーって浮いてるだけなんだけど、その取らないの？俺と取れないでしょ。ウニとか取りに行かないの？とりあえず見学してたんだけどシュノーケルでカーって浮けたら大丈夫この人。そのマスターはすごくて、何なんかサンゴだから浅瀬なんだよね、あの辺ってずっと。へえ、そうなの。もう本当そんな浅瀬なんだ。そう、結構遠くまで行っても1メーターないぐらいなんだけど、うんうん、サンゴとサンゴの間に深くゴワーって深いところがあるのね。もう知らない、うん、で見てるとなんかそこに入っていくの、そのマスターも素潜りで。大丈夫？なんかボンベとかつけてんの？つけてない、つけてない、もう素潜り。でもそっちはもう暗いから怖そうって思ってんだけど、ガーッて。そう、しかもここにね帰れるとは限らないじゃんか。確かにそうだね。うわ怖えと思ってたんだけど、そしたらあの沖縄ならではの青い魚青いなんていうのわかんないけど、うん、あれをこうついてて、ついて上がってきて、こうあこういうなんかこうゴゴゴゴ森ってガーってやるんだ、うん、やばで、それがその日のご飯になるの。ご飯っていうかおつまみ。お客さん来てもそれしか出ないんだけどやばい経験してるね。やばくはないけど。やばいでしょ。ってか陶芸の話してんだけど、うん、いや全然いいです。いや面白いね。でそこからどうやって陶芸家になるの？お金はあったの？その石垣。金買ったんで親に郵便貯金をまあそうだよね、使い切ってるもんね完全に。でそこからもバイトばっかりして。どこで？警備員。いやいや、あの岐阜多治見で。ああ、そっか、部屋借りてるもん。家借りてたんで、うん、警備員でバイトして、で、あの多治見の衣装研究所っていうところに行って。その時太郎ちゃん20歳、21か。はい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 、はい、で、多治見のその衣装研の訓練校に行って2年間、うん、そこはまあちゃんと教えてくれますもんね、あの時代は、うん。でその後にどうなったの？その後はあの商社に就職して2年間ぐらいかな、就職してました。その多治見の衣装券なんで知ったんですか？ネットもない時代。多治見の衣装券はその高山にいる時にその誰かが次行くってなってなんか資料みたいなの渡されたんだけど、で俺もそこやっぱり行くのやめたからって、うんうん、やっぱり違うとこに行くってなって、で俺その時に何も決まってなかったんで、と思ってじゃあ受けてみようかなって思ったんだけど、その時ちょっと体を壊しちゃって入院しちゃって。タロちゃんも？そう、ちょっとその試験日に入院しちゃったのねぴったりぴったりそれはそうだね、沖縄行くしかないですはい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 、そう。ほんでそれで衣装券のことはちょっと知ってて、その前からね。でそれで多治見に、それを目指して多治見にいたわけじゃないけどだね、うん、でたまたま多治見ってそういえばあったなって思って、でまあそこ落ちたらもう岐阜を出ようって思ってた。なんかうん、でそれで受けたら受かったから、おお、なんかじゃあ行こうかって、うん、だいぶぼんやりしてるねだってさ、あのその多治見の衣装研究所ってうちらの世代、太郎ちゃん俺の1個上、2個上、すっごい倍率高かったんですよ、入れなくて。一番倍率高い時じゃなかった？あでもすごいいっぱい受けに来てたねえ。しかも多治見に住んでたのに二次試験で受けててさ一次、そうそう俺も二次受かってきたいやよく受かりましたね、うん。で同期でスター選手誰がいますか？結構いっぱいいるじゃん。なんかそうですね、
川端健太郎、健太郎くん、はいはい、とか横山拓也さん、うん、あと誰だ、松本圭司入れていても松本圭司さん、鈴木伸二いっぱいいるね、うん、あと誰やってる、浅野あいみんさん、あいみんさん、そうそうそう、あ、やっぱいい作品作る人いっぱいいるな、やってるし、他やってる人いそうだよな、そう、で、この世代から上の一個上誰がいました、一個上は小平さんとか、ひとかさんとか、あ、確かに、はいはいはい、エースがいますね、で、多分太郎ちゃんの世代がもう一番のなんだろう、すごい世代でしたよね、いや全然それわからないけど、いや結構今活躍してる人は大体この世代から始まって、で自分は2個下で、この途中明夫君がいたりとか自分がいたりとか、これ多分一番のヒーローを作った世代だと思う、だから多分楽しかったんじゃないですか学校、あみんなギラギラしてたじゃないの、いやでもそんなギラギラなんか、みんな個人は個人みたいな考え方だったと思う、みんな、あ、そうなんだ、そんなに、そうね、そっかそっか、で、まあそういう世代がで育って、で、その後にどうするの、はい、学校終わりました、次、どっか就職するんですか、就職しました、どっか、それが2年間ぐらい前畑陶器っていうところに就職、そう、有名な前畑陶器っていう商社さんなんですよね、陶器の、うん、大きい会社ですよね、あれは、ああ、もうそうですね、で、何やってたの、そこで、そこで商品制作室っていう、あ、デザインしてたんだ、なんかまあ、石膏でモデル作ったりとか、へえ、まあ、土でもモデル作ったりとか、で、その就職期間中は自分の作品は作らなかった、いや、夜とかに作ったりとかしてましたね、どこで、家で、あ、自宅の、自宅のアパートで、じゃなくてその時にまあ引っ越して、一軒家に引っ越して、ふん、うん、そこでまあでもまあまた週末とかにちょっとだけ作ってましたね、でその時の気持ちはどうなんですか、陶芸家に俺はなるっていう、俺は陶芸家だってもうなってたんですか、どんな感じだった、あんまりそういう風に聞かれると僕ってあんまりそんな区切りがなくて、うん、知ってるだから困ってる、こっちも困る、なんで困る、なんかその陶芸家になろうとか強く思ったことがない、じゃあなっちゃったっていうタイプだ、なんか今でも陶芸家ですかって言われるとちょっとよく分かんないなって、だってこんないい作品作って食べてるわけじゃ分かんないんだ、あんま分かんないっていうか、そのあ、感覚がちゃんとそっか、わかりました、そうですね、なんかまあやめないっていうのは意識してたかもしれないですね、初で就職2年間してたじゃん、なんでやめたの、なんでやめ、これも食べれるようになったから、いやいや全然これまだ食べれてないし、うん、うん、でもなんかまあごっちゃになって、頭の中がごっちゃになっていくっていうのがあって、その全く別の職種だったらいいんだけど、同じ陶芸の職種で作ることが考えてると、なんかそれが会社のもので作るものと自分で作りたいものっていうのがなんかごっちゃになってきて、でその時ってまだ自分の作りたいものとかまだ確定できてる、全くできてないし、その時はこれやってたの、やってないです、あ、そういうことか、あ、ちょっとずつやってたかもしれないけど、そうですね、で、なんかをきっかけに辞めたんですか、会社辞めますって言って、そうですね、なんかきっかけっていうのはないけど、まあ別にもういいかなって思って、うんうん、まあ、自分の作る時間を増やしたいなっていう、あ、じゃあやっぱ陶芸好きなんじゃん、まあ好きは好きですよ、うん、で、それでこれだけで食べていけるようになったのはいつからなんですか、陶器だけで、まあ、バイトもせ、そこからはもちろんバイトすると思うけど、そうみんなそうですもんね、だからもうそれからはバイトも陶器関係じゃないバイトばっかり選ぶようにして、例えば、タロちゃん何やってたっけ、
なんだろう、いろいろやりすぎてはいはいはい。で、何年ぐらいバイト期間があったの？その学校2年、前畑2年で、いつバイト辞めれました？いやいや、そんなめちゃくちゃ最近まで全然やってたし。はあ。そうね、その期間で、期間だけのバイトとかもしてたんで。うんうん。あ、結構早い時期に個展してたと思うんですよ。行ったもん、四日市に個展見に行って。初個展はいつ、何歳の時？27とか。あ、けどそれくらいかもな。27歳ぐらい。じゃあその時はもう世の中的には陶芸作家牧原太郎としてデビューしたってことですよね、もう認識的には。ああ、そうなんですかね。もう全然興味なさそう。どうなってんのこれ。いや、まあ個展やらせてもらえるっていうのがすごく嬉しかったし、ただでもそれでね、まあもちろん、うん、個展一発じゃないもんね、何回かしないと生活はできないから、うん、で、まあその間長いことずっと個展活動多かった、展覧会、グループ展とか。そうですね、うん、がメインの仕事になって、で、作品がいろいろできてきて、で、なんでまだこっちに戻ってきたんですか、広島。これは結婚を機に戻ってきた。奥さんはどういう方？まあ、陶芸をやってるんですけど、まあ、広島で、で、まあ、会社も違う会社もやってるんで、うんうん、まあ、で、広島で、あ、で、ここで2人でアトリエをあってっていう流れなんですね。太郎ちゃん、今話聞いてたら、なんか陶芸家っていう意識はまず一つもなくて、別に興味もなくて、そういうくくりに興味がないんですよね。ああ、まあ、うん、まあまあまあ、そんな感じでみんなは多分分かると思うんですけど、じゃあ今後どういうふうになんか作品を展開していきたいとか、発表していきたいとか、今後どうしたいとか、ちょっと聞かせてもらってもいいですかね。あ、はい、そうですね、なんかまあ自分の悪いところでもあるかもしれないけど、あんまりプランっていうのが立てれなくて、だけどまあどうなの、作ることに関しては常に実験的な感じの試みで作ってるんですよね。こうしたらどうなるかなとかいった感じで、なんかこれからもそれはそういう作り方は変わっていかないんだろうなって思うし、そうですね、発表とかになるとまたよくわかんないけど、発表も今のところさせてもらってるんですけど、それがこれからどういった時代になるのかちょっとまだわからないから、はい、そうですね、なんかうまくちょっと説明できないんですけど、けどそれがまあ太郎ちゃんのスタイルですよね。なんかもうプカプカ浮いてる世の中にで作品ができてくるみたいな。今後も陶芸をやっていきたいですか？そうですね、やっていきたいですね。楽しいもんね、うん、なんかまあ展覧会前とかが一番嫌な。なんで？いやー、なんか一番嫌かな、あの何を出そうとか値段とかつけてる時とかなんか本当にもうすごい嫌だ。もう一回会場にもう搬入しちゃえばそれはバーンって飛んじゃうんだけど、確かにそれまでのね、焼き上がって準備できたものをどれを出そうとか値段をつけるっていう作業が、そこが苦手なんだ。そこはすごい本当に嫌だね。本当に嫌そうだね、それ。うん、難しいもんね。もうやめたくなるぐらい嫌だ、もうそこだけでまあそこは1日で終わるんで、なんとか頑張ってください。1日で終わらないよ、でもな、結構引きずるっていうかそうなんだ、うん、そんなかけるんだ。へえ。今日まあ作ってる時は楽しいもんね。まあそう、まあそうですね、それが一番一番いい、うん、じゃあ今後の牧原太郎さん要チェックお願いします本日ありがとうございました。ありがとうございます。